朝、雨が上がってました。昨日はね、ずぶ濡れのままビニール袋に突っ込んでた雨狂いを道の駅の手すりに干してね、まず水気を取ります。しばらくして取り込んでサポートカーの天井棚に並べました。これでまあ乾くでしょう。出発前にね、道の駅の近くにある高潮神社に参詣して旅の安全を祈願しました。道の駅を出発して3キロメートルほど進むとね、トンネルの駅なるところを発見。ちょっと寄り道すると、旧高潮線のトンネルを利用した焼酎の貯蔵施設がありました。お店も併設されててね、地元の焼酎を利き酒できるらしいんですが、残念ながらまだ開いていませんでした。田原から県道に入って田原の集落を過ぎると激坂。10-15% の道です。トンネルを抜けるとね、三州台という小高い丘があって、ウエストン碑が設置されてました。上高地のウエストン碑は有名なんですが、ここの方が大きい。ウエストンはアルプスの山に登る前に祖母さんに登ってたんだそうです。北谷登山口に向かうと美穂僧侶がとうとう現れました。少し油断するとね、タイヤを取られてすぐ転びそうになります。喘ぎながら登り続けてやっと北谷登山口に到着。明日はここからの山旅となります。